総理大臣は会見で防衛費増額のための増税を決めたことについて将来世代に先送りするべきではないとして問題はなかったという認識を示しています安定財源は将来世代に先送りすることなく今を生きる我々が将来世代への責任として対応すべきものと考えました将来 国民の皆さんにご負担をいただくことが明らかであるにもかかわらず、それを今年お示ししないことは、説明責任を果たしたことにはならない、誠実に率直にお示ししたい、そのように判断をいたしました。ししま総理自身は今回の決定プロセスに問題はなかったと思われるでしょうか。 はい、あのプロセスについて、えー、問題があったとは思っておりません。引き続き、丁寧な、まあ、説明、えー、については、政府として心がけて、えー、この実行していかなければいけない。